た結婚後の妄想でシクストーンズ京本大我ががマジギレししわけ今俺が話してるよご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。6月17日放送のラジオシクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送に シクストーンズの田中いつと京本大河が出演。そして、約1年ぶりに元キング・アンドプス騎士ユータがゲスト出演した。5月22日をもってキング・アンドプスを脱退した騎士。番組でそのことに触れることはなかったが、田中から、最近のご機嫌はと聞かれた騎士はいいですよ。全然普通に、と回答。さらに、田中が、最近は、 程よくお仕事と休みの時間取れてるの趣味も楽しんだりと質問すると騎士は楽しんでますね。それで言うと最近自炊しててよくネットの動画で回ってくるやつレシピ動画を量を的確に守って作ってるんですよと近況を報告した。これに京本が俺も自炊するよと明かすと騎士は本当にしてるんですか 京本さんたまに好感度上げようとしてこれ言ったらいいよとか言ったりしてませんと会議的。そこでお互いに今まで作った一番手の込んだ料理を発表することになり、騎士はルーの裏に書いてある説明書通りのカレーだと告白した。一方、京本は俺はそれこそカレーはスパイスから作るからと明かし、騎士はうっつわ、マジですかと驚愕。 ただ、ルーを使わないカレーのこだわりを語る京本を前に、騎士は水を飲んでいたようで、京本が、聞いてる今、俺が話してるよ。大水飲んでるじゃん、と注意する場面も。その後、京本のカレーに対するこだわりを聞いた騎士は、僕の想像以上にこだわってて脱帽なんですけど、と言いながら、でもですよ。もし将来、お嫁さんができた時に、 ちょっと難ありだと思います。こだわりすぎですよ。と、指摘。続けて、奥さんがカレーを作ってたとします。言ってきますよね。京本さんは、口を挟んでくるんじゃないですかとも妄想を繰り広げ京本は俺がもし仮に口出しする人間だったとしてもっとこうした方がいいんじゃないのって。でも結局、出来上がるのは美味しいです。と反論。そして、 それを二人で楽しく食べますっていうのと、と続けたところで、騎士は怒ってますよね。今、ちょっと怒ってますよね。と、京本に確認。しかし、京本は無視しながら、騎士が以前、二の三、日本テレビ系に出演した際、作ったうどんをカメラに見せようとしてこぼしてしまったことを引き合いに出しながら、騎士みたいにルール通りに作って、最後に盛り付けてさ、うどんみたいに、 カレーの、ルーがこぼれちゃったらさ、もう元も、子もないじゃん、と、反撃の手を緩めず、これに騎士は、嫌だ。俺、もう無理です。まじぎですよね、これ、と、田中に助けを要求し、そもそもに何ありです。京本さん、とばっさり。騎士の反応に、田中と京本は、大爆笑していたのだった。この放送にネット上では、切れる気をも本怖がるガン君、面白すぎる。 岸くんが元気そうでよかった。妄想を繰り広げる岸くん。笑いのセンスがさすがです。との声が集まっていた。